ット離れはほぼ揃いましたが、コース争い早くも大きく動き出てきています。第3レースの予選競争です。対戦メンバー1号艇東京中村かなえ、2号艇静岡石原翼、3号艇滋賀澤田直也、4号艇三重松井光也、5号艇東京片岡大地、6号艇大阪上条信孝、以上の6名です。ボートレース三国、男女混合で争われています越前海鮮クラブ杯、本日はシリーズ3日目の競争、続いてのカードから明日の優出をかけました戦いです。まずは1つ目の準優勝戦、第10レースです。そして松本は前節の優出モーター18号機をゲット、6コースからインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。内寄り、わー、これは6艇みんな速くなってしまいました。とてつ峰龍太が人気の中心、絶好枠1号艇これ沢貴弘が人気の対抗確認をされた第5レースの予選競争、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5号、これは前提速いスタートとなっております。ただ今のスタートは判定中、ただ今のスタートは判定中、前提速いスタートとなっております。お知らせいたします。この第5レース1号艇これ沢、2号艇森高、3号艇峰、4号艇間には、5号艇河合、6号艇山崎、5レース前提がフライングとなっております。上位ばらけて1番5番6番で最終周回が入っていきました。会員など何の問題もないと言わんばかり、薄島誠一周一幕、力強い逃げを披露していきました。5号艇木下、6号艇花田、続いて上位1番5番6番になっています。先頭1号艇薄島誠、水上では SGV7 のトップランカー、プライベートでは日本財団のコロナ支援基金に寄付をしたり、お子さんの通学路で一緒にゴミ拾いをしたり、大好きな保育楼に視察済みを打ったり、講師とも充実、ここ玉川では無敵の4連発になります。上位156、ブース島誠、次は SC グランドチャンピオン、小島のファンと蒲島アナウンサー前届け、みんなで一緒に、せーの、ポイズン、せーの、ポイズン、せーの、ポイズン、優勝おめでとう。枠なり進入となってきそうです。内枠3艇はその中で A 級レーサー、その1人インコースには1号艇奥島博一です。 前半は3着上位着でした。1号艇奥島、後半カード21号艇奥島、インコースからのここは勝負ということになります。そして3号艇萩原秀人が今ホーム側、2号艇下寺が今少し置かれた状況となっております。そしてダッシュ4号艇吉川門川、そして5号艇6号艇と今へ先を向けたところとなっています。そして2号艇下寺が3コースからの進入です。第7レース予選競争、ラッキーレース穴が7、1番3番2番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の2艇がコースアウト、1号艇奥島、そして3号艇萩原となっています。インコースから1号艇奥島先生、まくってくるのは3号艇吉川、内側から2号艇5号艇バックストレッチです。3号艇の元吉、後方5号艇の杉山貴一、ラスト2号艇の中野夢とが続いています。また3番テラスイはセリコム、3号艇元吉、かぶせ、おっと4番3番あたり、おっと1号艇得点、おっと4番3番あたり、おっと1号艇得点1つ、これはヒヤッとするシーンがあった。最終周回3周の1マークです。先頭は1号艇石岡、2番手は2号艇前原、3番手は3号艇飯田となっています。上位体系1番2番3番の体制となっています。差がついて4番手以降、4号艇渡り、5号艇坂本、最後方6号艇長谷川で最終コーナーへと移ります。先頭は1号艇石岡、2番手は2号艇前原、3番手内側から接近、少し後方もつれたがどうでしょうか。まもなくゴールとなります。先頭1番石岡ゴールイン、2着2番前原ゴールイン、3着4番渡りゴールイン、3番5番6番とゴールインです。
9レーススタート展示を開始いたします。9レースをスタート展示を開始いたします。9レースをスタート展示を開始いたします。チルド角度は前提がマイナス 0.5 度。2号艇の吉田が少し前に出てきて外を追う体勢になった3番の北村です。今は上位体系 1,2,3 の順、後方は5号艇、6号艇、4号艇で2周目第1ターンマーク。先頭1号艇浜本、さあ2番手2号艇吉田に付け前で3号艇北村迫っていきましたが、入れ替わりはなく体系は 1,2,3 の上位体系です。後ろ5号艇の北川、そして6号艇の片足、4号艇の飯山と続いて2周目第2ターンマーク。今1号艇の浜本トップで旋回、少し低感詰めて追い上げてきた、少し定冠詰めて追い上げてきた2号艇の吉田一郎。さあここはうち優位に2番の吉田、逆転としていって2番1番3番、3号艇の後ろも5番の北川、少し迫った格好になって最終第1ターンマークです。さあ逆転劇あった2号艇吉田トップで3周1マーク、1号艇の浜本が少し遅れます、一定審判遅れていますが伸び返すでしょうか。先頭2番手2番1番僅差で最終ターンマークへ向かいます。後ろ3号艇の北村は3番手を構想、最終コーナートップで帰ってくるのは2号艇の吉田一郎、1番の浜本、3艇進行隊、上位体系は 2-1-3 で優勝仙台12レース、まもなくゴールインです。先頭2番吉田一郎、1着ゴールイン、2着1番の浜本、スタートは前提正常でした。1番6番3番と2マークを運んでトップ、1号艇の島村が2艇進の前、追走には6号艇の下條がつけています。3番手3号艇の菅文也、体型は1番6番3番の順、後ろは2番そして4番5番の順で2周目1マーク、1番振り込んでしまいました、波乱になりました。6号艇の下條がこの内をすり抜けてきました。1号艇カエラの後方、2番手逆転、5号手の川崎、3番手は4号手の森沙汰、追いかけて後方から近づいて2号手の山地、6号手の山本、レースは2周目の1コーナー、2番手3番手激戦モードは5号手の川崎が行く、4号手の森沙汰攻める、くるっと運んで2号手の山地バックへと入りますが、2番手5号手の川崎、3番手4号手の森沙汰ですが、4番手じんわりじんわりと2号手の山地、その後方6号手山本、最後方は3号手の井上、レースは2周目マークの旋回、4番手から来ましたよ、2号手の山地が抵抗する、差し返す4号手の森沢浩二ホームに帰り、1号手振り込んでゴールでした。ホームに帰り1号艇振り込んでゴールでした。先頭5号艇の川崎、2番手は4号艇2号艇の接戦は逆転4号艇の森沙汰、アドコースは2号艇山市上代計542と変わりました。12レース優勝戦、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。そして際どいスタートもありました。1つマークまくっていく3号艇、残す1号艇の内から6号艇4号艇でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートでいきまして、6番はフライング変換決用です。人気の中心は絶好枠の1号艇の縦具刑事となっています。第2レースは予選競争、いくら1番2番3番ダッシュ5番4番6番です。スタートしました。インセンターへ行って5スタート1フタ3号角から5号艇出ていきますが、一路1枠インから先手は1号艇の縦具、先に攻めるは3号艇の前原、切り込んでくるは2号艇の片岡と5号艇4号艇の向こう正面ですが、トップ戦1号艇3号艇の一騎打ち、インコース1号艇の縦具、アドを攻めた3号艇の前原、3番手の戦一歩先行は2号艇の片岡です。一緒にコーナーの世界スタートを成長、先手は1号艇の縦具、差し返す3号艇の前で1号艇キャビット3号艇1号艇持ち合って交代しておりますが、先頭を振り切ったのは3号艇、スルッと抜けたのは前原です。2番手は5号艇1号艇の変装、インコース5号艇のクスラ、アドコース立て直した1号艇の縦具、レースは2周目と映っております。焦点は2番手ということになりました。5号艇対1号艇、先手5号艇のクスラ、盛り込んでは6号艇の常積接近中ならばアウトマッティ1号艇の縦具ケージバックへと抜けて、2番手は5号艇1号艇の変装、インコース5号艇のクスラ、アドコース1号艇の縦具、その後方6号艇常積4号艇の渡辺、最後方は2号艇の片岡です。レースは2
ミシルマークのターンです。5号艇クスナがやってくる。後方から来た。6号艇のツレズミ2艇セルカズバット。1号艇のタテグ遅れを取りました。2番手5号艇のクスナ、3番手食らいついて1号艇のタテグ、上段級は351、2番手3番手は2艇身ほど。レースは3周目の1コーナー、3番手が懸命に追いかける1号艇の縦具、1マークのターンは2番手5号艇のクスナ、切り込んで1号艇縦具バックへと抜けますが、2番手安全圏5号艇のクスナ、上田明は351、2連単356名瀬は 37.1 枚、3連単351ですと 168.6 枚の前周券。ラストコーナーの世界セット3号艇地元の前原で、2番手5号艇のクスナで、3番手は1号艇の縦具で、上田明は351、まもなくゴール5号艇がやってきた。クスナです、トップの際どうだ、土壇場で逆転、先頭5番のクスナゴール、2着3番前原、3着1番の縦具ゴール。